マーシャー・アッダー。マーシャー・アッダーとは、本校では、校舎について述べる。マーシャー・アラーイブンあたり、740年、ゴロ815年は8世紀のペルシャで活躍した、バスラ出身のユダヤ系の先生術者、天文学者、科学者である。イブン・ナディームの、目録の書、フィフリストによると、マーシャー・アッダーは、著名な人物であり、先生術に関しては、 東大随一であった。先生術などに関する著書は12世紀に翻訳され、ヨーロッパに広まった。ヨーロッパでは、マシャルラー、マーシャラー、メッサハラなどの名でも知られている。先生術によって、歴史を解釈し、説明しようと試みたと言われている。宮廷先生術士カンカ府と同時代の人である。イブン・ナディームは、マーシャー・アッターの本名は、ユダヤ人としては、 という名前に相当するであると述べている。ラテン語への翻訳者たちは、と書いた。他にも、など、多くのバリエーションがある。科学史屋のドナルド・ヒルによると、マーシャー・アッターは、ホラーサーンの出身であるという。まだ若い頃に、アッバース朝第二代カリフ、マンスールが進めた762年の新種と、バグダードの創建に参加する。カリフのために、が引いた。 先生術師の一団と共に、ホロスコープを用いて、吉祥を占った。この時、バグダード建設の加いレシキの日取りとして762年7月30日を採択した。20冊を超える著作を残し、その大部分は、先生術に関する。彼の著作は後に、中東世界において、数世紀もの間、権威のあるものとなった。12世紀に、 ヨーロッパ世界にホロスコープを用いた占いが伝えられた後はヨーロッパにおいてもやはり権威とされた。著作の中には伝統的なとはどのようなものと理解すべきかという内容のほ、顧客の意図を見抜くコツを図解を散りばめて説明するものもある。またマーシャー・アッラーの著作はヘルメストリスメギストスとの強い影響を受けていることが知られている。著作のうち 原点のアラビア語で現存しているものは一冊だけであり、多くは中世ラテン語か、ビザンツ帝国で用いられたギリシャ語か、ヘブライ語の翻訳で残されている。論文、デマーソバスは原点がアラビア語で書かれた現存する最古の科学書である。中世において最も人気があった著作の一つが宇宙論に関する論文であった。その論文ではアリストテレスが示した。 宇宙観に沿って宇宙全体にわたる包括的な解説が提示される。古代の宇宙論において重要だった論点の多くが網羅されており、そこでは10個の天体を仮定した伝統的な宇宙観が脇へ追いやられている。マーシャー・アッダーは学者でない庶民向きにこの論文を書いており、そのため理解を助けるための図解が多く含まれている。2種類の写本が現代に伝わっている。 二十七章からなる短いバージョンはという名で知られ、四十章からなる長いバージョンはという名で知られる。短い方のバージョンは1504年にクレモナのジェラルドによってアラビア語から天語へ翻訳された。また、長い方のバージョンも1549年に翻訳された。後代の文献においてはしばしばデオーブと短縮した形で言及される場合がある。また、 マーシャー・アッターはアラビア語でアストロラーベについての論文を書いた初めての人物でもある。その論文は後にアストロラーベの作成と使い方についてという題が付けれてラテン語に翻訳された。またによるマルガレータ・フィリサフカにも収録された。この書物はフライブルクで1503に出版されたものであるがスターによると1583年のバーゼル版に 収録さているという、論文の内容は、主にアストロラーベの作り方と使い方に関するもので、ある。惑星の合わせ、宗教、民族については、木星と土星の合わせが起きるときに、世界中で起きうる異変について考察した、先生術の本である。今は失われており、わずかに、キリスト教徒の先生術ブンヒビンタの写本の中で、引用されたものが伝わるのみである。 その他の業績としては、革命について述べた、リバーメゼレイドリボルティネレバーアノーラムムンディ、月食について述べた、デディーバスイクリピシアムエデカンジャンクシャナブスプラナタラム、インレベルシオナイバスアノームムンディがある。また、人が生まれた時の天グ図ズについて書かれた、キーターブアルモリドという本は、ラテン語に訳されており、英語での省略もある。12世紀の学者。 先生術師のアブラハムイブン・エズラはマーシャー・アッダーの先生術に関する論文をヘブライ語に訳した。2008年時点でマーシャー・アッダー先生術に関する論文のラテン語訳うち11点が英訳されている。マーシャー・アッダーはアリストテレスが論じた八大天体モデルや八世紀の西アジア地中海世界で一般的だった九大天体モデルではなく、 10大天体からなる宇宙像を前提として仮定した。彼が示した宇宙のモデルでは26個の円管が示され、これらにより7個の惑星の相対的な位置関係やその変動が説明される。10大天体のうち最初の7つは太陽系の惑星であり、8個目の天体は固定された星々構成点である。9番目と10番目の天体は マーシャー・アッターが名付けたところによると、それぞれ王道十二宮の円環と偉大なる円環である。この二つの円環には星がなく日々動いている。偉大なる円環は天の赤道を通る平面上を円運動する一方で、王道十二宮の円環はその平面に二十四度の傾きを持って円運動する。王道十二宮の円環と構成点は同一の軸で円運動するが、 異なる動きをする。王道十二宮の演換は毎日移動する。そのため、各星座は、春分点に対する相対位置は変化しない。一方で、構成点は百年で一度動く。そのため、王道十二宮の、各星座は、春分点に対して少しずつ動いていく。そして、星々が王道十二宮がそれぞれ象徴する際に位置づけられており、夏や冬の到来や、 天候の変化、月の移り変わりといった基本的な自然現象が、太陽の王道十二群のいずれかに移動したとき、起きるのだと説く。このようにして、マーシャー・アッターは、王道十二群がそれぞれ象徴するサインの、最もらしさを示そうとした。また、マーシャー・アッターは、土星と木星が重なるとき、号には、地球上で重大な出来事が起きるという説を唱えた。 土星と木星の合わせは約20年に1回起きる。さらに、これが同じ4大元素の属性の星座上で起きるのは約200年に1回である。この合わせが起きた時に土星と木星が一致する星座が象徴する元素は非常に重大な意味を持つ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。